受験生の皆さん、こんにちは。大阪市立大学学長の西澤です。本日はようこそお越しくださいました。皆さんの来学を歓迎いたします。大阪市立大学は創立から133年を迎えた我が国最初の私立の大学であります。現在では日本最大規模の公立大学、また大阪市内に位置する唯一の総合大学でもあります。前身の大阪商科大学の開学にあたりましては、当時の市長関はじめは都市大阪を背景とした学問の創造を目指す大学として国立大学のコピーであってはならぬと述べております。この言葉は現在も本学の建学の精神として脈々と引き継がれております。2008年には本学理工学部の理論物理学のグループと立ち上げられました南部陽一郎名誉教授がノーベル物理学賞を受賞されました。このように本学は新種の気風あふれる建学の精神をもとに社会で指導的役割を果たす人材を育成し、国際的にして自由で独創的な研究水準を誇り、都市大阪の市民に親しまれる大学でもあります。さてここで本学の最近のトピックスを3つ紹介いたしたいと思います。1つ目は人工光合成研究センターをこの6月に杉本キャンパスに新設いたしました。人工光合成研究は広く産業分野への応用が期待されているところであります。その最先端の研究成果を取り組み、技術開発と実用化に向けて企業と取り組む産学連携拠点として活動してまいります。2つ目は大阪駅前のグランフロント大阪梅北に健康科学イノベーションセンターをこの7月26日に開設いたしました。健康科学領域の産学連携を拡大促進し、そして新たな健康科学製品を創出することを目指しております。3つ目はアベノハルカスの21階に先端予防医療センターを来年春に開設いたします。早期発見早期治療によります予防医療の実践とともに未病データの集積あるいは解析による新たな研究成果の創出あるいは国際競争を勝ち抜く研究者の人材育成を行ってまいります。さて今後の本学について少しお話をさせていただきます。大阪府と大阪市におきまして大阪府立大学と本学の在り方について新大学ビジョン案が示されました。そこには具体的な将来像として両大学を統合することによって例えば仮称ではありますけれども地球未来理工学部や人間科学域など新たな学部などの新設を含みます新たな教育組織の再編が示されています。先端研究をより強固にするとともに時代のニーズに応じた新たな教育組織の提案など両大学の強みを強化するとともに大きな視点でさらなる発展を期待するビジョン案となっております。世界と戦える新しい公立大学の姿が示されているというふうに考えております。受験生の皆様には大阪市立大学の学生となって伝統的に自由な学風の中で良き師や友人と出会い学生生活、研究生活を送ってほしいというふうに願っております。好奇心やチャレンジ精神を持ち真摯に勉学に取り組む意欲を持つ皆様を心より歓迎いたしたいというふうに思います。